アジャリとは、先生の意味。アッシャなし、アジャリアとも恩者。規範師と簡約する。ベーダの宗教ではベーダにおける規範を伝授する、指導者を意味していて、これが、仏教においても転用されるようになった。部派仏教においては、修行僧たちの規律を指導し、教義を伝授する構想を、アジャリと言い,い、教団によって種類は異なるが、指導内容ごとに、複数のアジャリがいた。 四分律には、出家、受戒、教授、授業、糸目の五種類のアジャリが説かれている。南伝の上座部仏教や北伝の大乗仏教をはじめ、中世の日本密教や現在のチベット密教では、中層の模範となるべき特別な資格を有する行為の僧侶の称号であり、日本では主に、天台宗と真言宗において、歴史上では天皇の関わる儀式において、 手法を行う層うに特に与えられた職位であった。現在の日本密教では、アジャリは職業上の修得資格の名称であり、伝統的な仏教上の名称と四度家業という行動を一応は踏襲してはいるが、実質的な内容を伴うものではなく、例えば、高野山真言集では、一般の僧侶が持つべき最低限の資格ともされている。 いわゆる日本で自創面での教師としてのアジャリとなると、伝望勘定を終えて、各本山に3年ほど残り、その期間を含めて、流派や人によるが、最短で約10年ほどで一流伝授の資格を得て、初めて弟子にものを教えることのできる伝統のアジャリということができる。高野山新言集では、高野山の漢学院で行われる漢学会に、 毎年出資して修学士を得、特別に選ばれて十数年に一度会談される学習勘定を受報すると、最用のアジャリくらいとされる伝統大アジャリに承達する。現代では、一定期間の修行を経て、伝法勘定を授かった、宗派の認定する資格を有する職業としての僧侶を意味する。したがって、現在の新言集や天台集では、アジャリは普通に密教を学んだ。 僧侶一般を指し、特別な構想の称号ではない。日本で、アジャリと呼ばれる僧には、歴史上以下のものがある。ここで言う、アジャリ界は三マヤ界の一つであり、文字通りアジャリ感情の際に授かる、密教を伝授する資格を伴う戒律のことを指す。第2系の第2巻、グエム品には、感情の同士であるアジャリは次の13種類の徳を備えていなければならないと説かれている。 五大神を発し、妙へと慈悲とがあり、諸芸を兼ねてすべている。全匠に般若ばラミツを実習し、参上に通達し、よく真言の実技を理解し、主上の心を知り、諸仏、菩薩を信じ、伝望感情を得ていて、妙に、曼荼羅の図像を理解し、その性格は、長やわにして、画集を離れ、真言領においてよく決定することを得て、歪を、 木は無臭して、有権な母大心に安住すること。アジャリ界は、日本密教では今は伝承されていないが、現在の中国密教では、段階的に、純アジャリ感情と、アジャリ感情とがあり、後者のアジャリ感情において授かる。チベット密教では別尊の王法や、大言元加タントラをはじめとする主要ニ語タントラの感情の際には、貧感情等の後に、アジャリ感情を挟み、 その際に授かる戒律である。また、中国密教では別名を、随住アジャリ会ともいい、チベット密教では、これ以前に必ず、四期への上司会の解説や、指示法五重章を授かることになっている。なお、以上の条項に大きく違反した場合には、密教におけるアジャリの資格を失うことにもなる。京都名産の歌詞、アジャリ持ちは、 比叡さんの千日解放行のアジャリが被るアジロガサを模したことからこの名がついたとされる。ありがとうございます。